純でね、インでもアウトでもどっちも可愛いですよね。確かに確かに、うんうん、では、いきます。よす、めっちゃ良かった商品名が選べる2丈スウェットアイラインスカート品番が M の3470、M の3470です。お色がですね、4色展開なんですけれども、うん、よいしょ、ぐーちゃんが着てる方がですね、モスグリーン、モスグリーン、はい、そして手に持ってるのがグレー、はい、そしてブラックで、私みーちゃんが着ているのがブラウンの4色展開で、それだけではなくてですね、うん、私みーちゃんが着てるのがミディアム、はい、でぐーちゃんが着てるのがロングかな、うん、の長い方で2丈展開になっております。はい、お値段いきます。じゃじゃん、1590円。イエーイ。でこちらが9月26日日曜日朝10時発売で、9月27日月曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。ではぐーちゃんポイントお願いします。はい、これはですね、まずタイトスカートなのに、あんまり形が広い、体のライン広いづらいタイトスカートかなっていうのが嬉しいポイントで、うん、あとはウエストゴムなんですよ、360度、はい、なのですごい伸びです。ね、なのですごいタイトスカートなんで着やすいというのが嬉しいかなと思います。うん、はい、そして後ろにはちゃんとスリットが入っておりますの ですごい伸縮性もありますので、ね、なんかタイトスカートの割にはなんかそんなに締め付け感がなく皆さんに着ていただけるかなというのと、うん、あと M サイズ、M サイズでロングサイズと、うん、短いサイズが2サイズ展開なので、うん、低身長さんで、ね、スカート、タイトスカート諦める方もいらっしゃると思うんですが、うん、これはまあ皆さん比較的に皆さんに着ていただけるアイテムかなと思います。はい、後ろにねポケットついてるんですよ。よくサイドにはついてないんですけど、バックにねなんかちっちゃいポケットがついてるので、ここもなんかちょっとコーデのアクセントにもなりますし、なんか小物とかやったら入れれそうかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。そうタイトスカートでね360度ゴムかつここにポケットあると、うん、どうしてもここが膨らんで見えるんですよ ね、アイラインなので、うんうん、なので後ろのポケットがポケットもあるし、うん、前から見た時のラインがめちゃくちゃ綺麗ので、うん、いいとこ取りできると思います。はい、はい、あ、低身長さんに嬉しい配慮、そうなんですよ、ミドルパン展開になってます。ブーツ合わせ見たいといただいているので、ちょっとじゃあ私ブーツ外していきます。お願いします。はい、あ、リボン取り外し可能なタイトスカートとの違いは何ですかといただいてるんですけど、リボン取り外し可能なやつは多分スリットが前やったと思います。そして生地感もね全然違いますね。うん、違うと思います。安すぎるね、本当に安いですよね。うん、下行きますね。あ、全色可愛いね、全色可愛いですよね。ゴムは柔らかいから、ゴムすごい柔らかいですよ。すんごい伸びる、こっからこれぐらいまで伸びるから結構柔らかいです。妊婦でもいけますか。妊婦さんはまあチョキさんとかやったらいけそうな気はするんですが、一応タイトスカートなので前引っ張られると後ろちょっとお尻の形は出ちゃうかもしれないです。そしてもしかしたら苦しいかもしれないので、一概に絶対行けますとは言い切れないですね。うん、ちょっと同じコーデでブーツに掛け替えてきました。全然変わるね、可愛いよね。なんかこうした時にほんまに数ミリですけど、うん、ちょっとブーツと足の隙間が見えてるのが可愛いですよね。可愛い。そう、タイトスカートでね、どうしてもフリーサイズのもので私の身長でこうしようと思うと、うんうん、どうしても足が見えないので、うんうん、下半身が重たい印象になってしまうところを、うん、ちょっと数ミリだけでも足が見えるだけで軽い印象になるんじゃないかなと思います。はい、はい、じゃあちょっとぐーちゃんにもカラーを変えてきてもらいますね。はい、お願いします。あ、ブーツ合わせ可愛いね。可愛いですよね。1500円内には見えない。そうなんですよ。でね、あの結構スウェット生地ってあの商品ページにもなってるんですけれども、ちょっとカジュアルっぽい、よいしょ、生地感なんですよね。でもシルエットは綺麗めなので、あのリブニットに合わせてインで綺麗めコーデもできるし、ちょっとスウェット感のある柔らかめな生地感なので、あのそれこそロゴのスウェットに合わせても可愛いですしっていう感じの、あのカジュアル目にも綺麗めにも両方ハマるようなアイテムになっております。あ、低身長にその時本当に嬉しいね。わかります。ここの数ミリ大事ですよね。それにダボダボパーカー着たい。あ、まあ、これちょっとダボダボじゃないねんけど、これさっきゆったり合わせてたんですけど、めっちゃ可愛かったです。ぜひしてください。あ、みーちゃんの声で素敵すぎ、秋って感じで、この黄色とブラウンの合わせ可愛いですよね。腰張り目立ちますか。うん、生地感が柔らかいので絶対目立たないとは言い切れないんですけど、あれですね、タイトスカートというよりか
感じなので、ここがピタってなってるっていうよりかは、ここがストンって落ちる感じなので、ボディラインに沿うようなタイトスカートよりかは目立ちづらいかなと思います。ニットのスカートとかよりかは、うん、冬履くには生地薄そうですよね。冬履くんやったらタイツ履いていただいたら全然着れると思いますよ。はい、みーちゃんロング着てみてほしいです。大きいです。じゃあちょっと次ロングでコーデしていきますね。焼き芋コーデ最高。確かに色がね、透け感みたいです。透け感はそんなないと思うけど、ただ今ね結構ライトを2個たいて明るく見えるようにしてるので、普通のところでは大丈夫と思うんだけどな。でもちょっと直射日光とかこの時期当たっちゃうと、もしかしたら透けるかもしれないです。なのでタイトめのペッチ合わせていただいてもいいかもしれないですね。淡い色のやつは、はい、あ、可愛い。ブラックコーデにしてきました。なんかちょっと生地感カジュアルめなんですけど、ちょっとブラックで合わせると綺麗めにも着ていただけるかなと思いました。うん、ネイビーグリーンにネイビーのトップス合わせ売りたくなりそうですか。大丈夫かなと思います。うん、ただちょっとカラー的に私やったらブラックの方が好きかな。ネイビーよりかブラックブラックグリーンの方が私はしっくりくるかなと思いますが、合わせは全然変じゃないかなと思います。うん、はい、あ、ジャケットも羽織ってほしい。ジャケットね、ちょっと後でみーちゃん帰ってきたら私取りに行ってきますね。後ろにスリットあります、はい、そんなにめちゃくちゃ深いスリットではないですけど、ロングやったら私はふくらはぎ上ぐらいまでスリットがあるかな、ふくらはぎぐらいかなまであります、はい、あ、ふーちゃんウエストのサイズ感どうかな。私これ全然いけますよ。そんなに緩くもないですしきつくもないのでこれぴったりかなと思います。はい、ブラックコーデ最高ね。ブラックコーデめっちゃ可愛いですよね。うん、はい、あ、後ろ向いてほしい。 OK です。ポケットみたいな、ポケットもうまさかにブラックの色味だったらちょっと違うカラーでお見せしますね。こんな感じです。ブラックじゃない、グリーンのポケット、こんな感じです。そんなにね大きくないポケットなので、小さめなのでそんなにコーデの邪魔にもならないですし、むしろコーデのアクセントになるかなと思います。岩間さんのホワイトベージュに色と合わせると可愛いかも。絶対可愛いです。うん、絶対に可愛い。はい、グーちゃんは長い方が好き、短い方やと長さどんな感じですか。私短い方は多分ね結構短い気がする。ちょっと待ってくださいね。私はでもカウンターのロングのサイズかな。160cm でロングかな。私だったらウエストここなので短いの履くと感じ、わかりますか。結構まあ足首はがっつり見えますね。はい、短い感じ。まあブーツ履くならギリいけるかなって感じなんですけど、それか長めのちょっと長めの靴下履いてローファーとかやったら短いサイズの方が可愛いかなとは思うんですが、私は結構ロング履く、ロングの方がしっくりきますね。160cm だったら、私だったら、うん。スカートは毛玉できやすいかな。まあなんかこうカバンとか当たってずっと滑ってたら、まあ、できやすいかもしれないですけど、普段着てる感じでは全然大丈夫な気はします。はい、ロング丈着てきました。シャリはしないです。今ローファー若干フィールあるものを履いてるんですけど、完全裸足で履くとこんな感じ、くるぶし隠れるかなぐらいですかね。なので割とレタスの中での巻きしスカートとかでよくある丈感かなっていうか、釣りはしないけどちょっと長いかなみたいな感じなので、全然ブーツとか合わせていただくと、足首まで隠したい方はロング丈も低身長する全然着ていただけるのは着ていただけると思います。はい、はい、です。あ、にしてもこのお安さで買えるなら満足だよね。確かにめちゃめちゃ安いと思います、これレタスの中でも。あ、ね、大人っぽいコーデもね、このタイトスカートができるのでめっちゃおすすめですよ。はい、あ、一個でいいですか。ウエストの正面がゴムならインよりアウトがいいですかといただいてるんですけど、ウエストね360度ゴムなんですけど、前から見るとねそんなにゴム感わからないんですよ。このシワシワなところ、ふわーっていうゴムじゃないので、ちょっと
ギャザーが入ってるかなぐらいなので、インでもアウトでも可愛いと思います。そんなに分からないと思う、ゴムっていうのが。後ろこれロング、あのロングじゃないよ、ゴム入ってるって肩から見たらそんな分からない、うん、分からないと思います。それぐらい結構綺麗な形なので。まだ全然違うんですけど、あのももちゃんパンツの原理と一緒というか、あのゴムの打ち方とか全然違うんですけど、うん、内側にゴムが入ってるみたいな感じだったと思うんで、うんうん、すごい見えづらいと思います。うんうん、ポケットにね、携帯入りますかといただいたんですが、今入れてみました。入りました。こんな感じ、はい、入ります。低身長で足首も隠したいのロングがいいかも。うんうん、まあ、それやったらロングの方がいい、うんうん、で、同じコーデで色変えて短い方の丈感にするとこんな感じです。そう、私は骨格ストレートなのでちょっと足首見せた方がいいので、私服で着るならこんな感じのコーデかなと思います。はい、はい、ですね、みーちゃんのニットまだ先の発売ですか。そう、これ、うん、あのね、先週じゃあ火曜日かなぐらいのライブで無地のこのニットをお見せしたの覚えてはる方いるかな、うん、それの柄のやつもなんかあったので持ってきました。めっちゃ可愛かったです。はい、うん、あ、ワンちゃんパンツ持ってるから想像しやすい。ありがとうございます、うん、全く一緒ではないんですけど、その原理というか、うん、中に入ってるけど外から見たら見えへんみたいな感じになってます、はい、私のトップスも質問いただいてたんですけど、これは火曜日のね、来週火曜日かな、近日発売のアイテムなので、よかったらお見逃しなく見てみてください。はい、はい、ぜひ。全色切れたかな。そうですね、あ、切れました。切れたかな、うん、じゃあ次のワンピに行こうと思いますので、はい、グーちゃんに着替えてきてね。ありがとうございます。今度どうやったら分かるかな。ゴムちゃんパンツね、全く一緒ではないんだな。どうにするか、こんな感じです。ここは縫われてるけど、このこうなった時の上の部分で、おへそ側の上のところで、ここは縫われてない感じですか。縫われてないというか、この何箇所かポイントでラインで縫われてるんですけど、360度ぐるっとは縫われてない感じになってます。なのでくるくる回るとかはね、もうこのゴム自体が見えるので自分でヒャッて直せるので、中でくるくる回ってるみたいなことはないかなと思います。そう、この感じで生地がたっぷり使ってるので、見る人が見たらゴム入ってんのかなって思うかもしれないけど、でもそんな分からへんと思うな。こんな感じです。分かったかな、ゴムの感じ。この上だけぐるーっと360度縫われてて、ポイントでこんな感じでキュッと縫われてる感じ、こことかになってます。あ、ゴム割らないのでいいんだ。そうなんですよ、中に内蔵されちゃうとね、見えない分いいんですけど、くるくる回った時に直しづらいっていうのがあると思うので、これはその心配が少ないと思います。